え、まこと？はい。私のこと忘れちゃったの？え、もしかしてハテナ？うん、そうだよ。果実の果に菜の葉の菜でかな、だからハテナ。びっくりしたよ。すごく綺麗になっててわからなかった。その口癖、やっぱりハテナだ。そのハテナって呼び方、本当は気に入ってないけど、まことは特別だよ。久しぶりだね。会えて嬉しいよ。私も、本当に来てくれるなんて、約束を覚えててくれてありがとう。カナお嬢様から伺っております。何でもカナお嬢様の王子様だとか。エマさん、違うの。ほら、昔野良犬に襲われた時、私のことを助けてくれたじゃない。それが絵本の王子様みたいで。私ってば何言ってんだろう。それにしても誠、凛々しくなったね。なんだか男の子みたい。男の子みたい。髪も短いままだし、格好も相変わらず男の子っぽいし、たまには可愛いお洋服着た方が。どっちかっていうと僕はかっこいい方が。僕っていうのも変わらないね、ボーイッシュキャラ。まあ誠には似合っているけど。な、わかった。パパに憧れてるから男装キャラってこと。うん。お嬢様、少しよろしいでしょうか。変なこと言わないでくださいよ。致し方ありません。お嬢様、マコト様、お座りください。失礼します。何？何なの？もう、え、ない、あれ、嘘、あなた誰？マコトですけど。そんな、いやずいぶんと賑やかだね。再会を喜び合ってるのかな。守るおじさん。パパ、大変なの。何をそんなに慌てているんだい。マイプレシャス、マコトが男の子になっちゃったの。カナは面白いこと言うな。マコト君は生まれた時から男の子だよ。うん、その目の輝き、少年よ、大志を抱いてるね。あ、はい。約束通り上京してきました。僕に奇術を教えてください。奇術、手品、マジック、言い方は数あれど本質は一つ。見る者に驚きを与え夢を見せる技だ。奇術師が種を明かすことは命を託すことに等しい。わかるね、マコト君。はい、命を懸けても秘密を守ります。見てくれる人たちの笑顔のために。いい答えだ。弟子入りを認めよう。以後僕のことは師匠と呼ぶがいい。はい、師匠、よろしくお願いします。